お疲れ様です。釣り合いの岩尾と申します。この撮影でどうやって作成したばっかりの何もしてないウェブサーバーを Eternity Blockchain っていうサーバーと接続するっていうやり方見せたいです。さっきっていうか、この前、なんか本当にさっきに撮った撮影はゼロから何もしてないウェブサーバーを新作成する方法を見せました。これからはもうこの画面はその撮影本当に終わった時からこれは今これからもう進むことはするから、エアラインわからない人とかカウボーイわからない人とか、カウボーイとエアライン分かっても ZX 見たことないっていう人とかが多分そのさっきの撮影見た方がいいかもしれませんが、このビデオの内容はその Eternity Blockchain と接続する方法ですね。じゃあ今はこのプロジェクトがあるいつもの ZXH Run Local でこのウェブサーバーを実行させて、なんか何ヒットがあったとかっていうことはもうできる。で、このサーバーは今はこれしかない。ソースコード見るとなんか本当に何もない。これがテンプレートプロジェクトからもう何もし、あんまり、っていう、複雑なこと何もない。混乱することはない。プロジェクトテンプレートがもうできてる。で、Eternity と会話したければ、このサーバーとその、Eternity のノードと接続したければ、Vanilla っていうライブラリが必要です。Vanilla の、Vanilla は英語の単語ですね。Vanilla。なんか、美味しい味がある花ですね。で、この Vanilla はちょっと不思議なスペルがある。V-A-N-I-L-L-A-E。それがちょっと特別。で、ZX Describe Vanilla。じゃあ、Vanilla はこういうものって、これが、フルのパッケージ名はこれですね。じゃあ、ZX List Depth、Dependency、なんか、必要、Vanilla の必要な別のパッケージは何なのとかってこと。OTPR、バージョン名とランム全部が必要。このフルネーム入れないと ZX が、なんか、これ多分このパッケージか、ちょっとわからないからもう全部入力しないといけませんね。じゃあ、this depth って、これが必要。AE bytecode、AE Sophia。Sophia は Eternity Blockchain の言語。例えば、なんだった ?Ethereum。Ethereum っていうブロックチェーンの開発言語は、Solidity というものがある。で、Eternity Blockchain はもうちょっと、なんか、私もうちょっと好きな言語、すごい安全、安心できる言語、Sophia っていうものがあって、それが必要とか、Serialization、ZJ、ZJ は Airline のすごい簡単な JSON のインコード、ディコードできるやつ、eBreak2 は暗号、これが暗号の関数、特別な関数がある。それが必要。と、get out はコマンドラインのものですね。じゃあ、ちょっとシェルでインチキしますね。タイピングは、なんか撮影でそんなに、ほら、できないから。命令は ZX set。で、これで、この一覧から、全部それぞれの、この命令、さすね。だから今、このパッケージ、書いてるパッケージが、このプロジェクト、NNWM のプロジェクトにも入れてる。で、最後は、これが必要。ほい ?OK。で、今、list depth とパッケージ名じゃなくて、
listeds だけだったら、じゃあ、今、現在のプロジェクトの devs も全部書いてくれる。で、その vanilla はアプリケーション、エラーのアプリケーションだから、エラーの仮想機械、そのランタイム、VM のランタイムの中に、それ、なんか、エラーのランタイムはちょっと、なんていう、小さいオペレーティングシステムみたいなものなので、vanilla も実行させないといけない、使う前に。だから、このアプリケーションモジュールに、スタートのところの後に、アプリケーション、ensure started、ちょっと優しいスタートの呼び方、vanilla と、これ実行させてから、vanilla 直接呼ばないといけない。AE nodes。っていうのは、このネットワークの中に、Eternity Node が必要。それは別の撮影作れるけど、なんか、Eternity Node が必要。通信できるために。で、こっちのが、この住所にあって、あとは、これ。これで一つの Eternity Node があるので、そのノードと接続、だからリクエストがあれば、そのノードにフォワードしてくださいってこと。これ保存して、ちゃんとできてるかどうか確認するために、さっきの、なんて、NNWM のトップのソースの中に、バニラで、ブロックチェーンを読んで、なんか、ステータスとか、今、高さは何とか、難しさは何とか、なんか、そういう情報、簡単なステータスと情報、ちゃんと、スクリーンの画面に出しましょうね。で、NWM だったね。で、これがそのヒット。この何番がこっちから来てる。で、これで OK して、ステータス聞くと、テキストステータス。このステータスは、エラングのマップで出てくる。で、簡単に読めるような、なんか、JSON のストリング作るのは、こうして、ね、OK。で、こっちに、カウボーイはすごい優しい から、何やってる？IO list でも使えるから、バイナリストリングか、普通のストリング、リストタイプでも、なんか混ざっても大丈夫。ディープリストで。だから、直接使いますね。text status。で、ニューラインまた。2つ入れて、と、生のオブジェクト、生のエラーのオブジェクトも、ストリングでもう表示しましょうね。で、フォーマットが必要。ストリングフォーマットで。GP。で、ステータス。OK。じゃあ、ボディはもう、Hello world, we've had 何番目 ?Hits ってこと。そして、ステータ、あの、なんていう、アタルディのブロックチェーンのステータス。これテストネットだけど、テストネットのステータス表示して、ライブラリーフォーマット、このマップ、エラーの中、生のマップ、ちゃんとテキストフォーマットして、それも表示作る。で、何も入力の変な間違いがなければ多分できます。で、これも初めて使ってるから、このパッケージ、いろんなパッケージだから、これ全部最初から、ネットから取って、全部アンパックして、もうコンパイル
してる。で、さっきの撮影も、撮影、さっきのビデオ、このサーバー初めて作成した時にも、なんか同じステップがあった、そのサーバーのコード、カウボーイとか、カウライブとか、ランチとか、そういうこともあった。で、じゃあ、見てみましょう。ポイント、あ、ほら。これがその JSON の長いストリング。最初のヒット。で、これがブロックチェーンの情報が JSON バージョンはこっち。で、これがそのエアラインの生のマップですね。で、じゃあ、めっちゃちっちゃいこっち。ごめん。なんだか。トップ。OK。こっちね。このステータス、テキストステータスでこっちに入れたとか、こっちですね。で、これから、その ZX セットデップっていう命令で、バニラライブラリのディペンシー全部入れて、バニラも設定して実行されると、もう全部自動的にパッケージネットから取って、もうできる、もう実行できる。で、それで以上です。これからは、ブロックチェーンの開発はもうこれから何でもできますよ。トランザクションも入力するとか、チェーンから鍵を呼ぶとか、読むとか、なんか、状況と状態、なんかブロックチェーンの何ブロックの状況とか全部読めることができます。だから、デスクトップウォレット作りたかったら、なんか暗号財布のアプリケーション開発したければできる、ウェブサービスとか、ウェブ3とか、何かやりたければもう何でも自由ですね。ZX は本当に便利な開発ツール、なんか JavaScript はいろんな言語的にいろんな変な問題があるけど、エアランはそういう問題はない。だけど、環境的にエアランがちょっと使いづらいことが結構あったから、もうこの ZX があるから、もう NPM の開発は楽っていう状況と、めっちゃいい言語とすごい素晴らしいランタイム、もう合わせてる状況になってるから、もう、これがと、もうすごい上等です。で、おすすめです。じゃ、使ってみてください。で、これでこの撮影は終わり。以上です。ありがとうございます。バイバイ。